ゲティア問題とは、知識論上の問題で、正当化された真なる信念に対する判例である。名前は、エドムントゲティアが1963年に上司した3ページから、なる論文、正当化された真なる信念は知識化に追っている。この問題は、基本的には、すべての人が関係し得るもので、信念が知識になるためには、どのような条件が満たされなければいけないか。 というものである。知識とは、正当化された真なる信念であるという定式が、プラトン以来の伝統であり、これを JTB 定式と呼ぶ。JTB 定式によれば、ある命題についての信念がの場合知識となり、かつこれらが満たされている場合の未知識となるとされている。では、この、かつかつは知識を持っているままであるか。 JTB 定式によればの3つの条件を満たしているからスミスは採用されるのは効果が10枚ポケットに入っているものであるという命題についての知識を持っていると結論付けられるように思われるが実際にはスミス自身はスミスのポケットにも10枚の効果が入っていたことを知らないのであるからスミスはこの命題について知識を持っているとは言えないスミスは ジョーンズが採用されると誤って信じているのである。したがって、JTB 定式によって導かれる、命題は偽である。JTB 定式によれば、の3つの条件を満たしているから、スミスは、ジョーンズはフォードを所有しているか、または、ブラウンは、バルセロナにいるかのいずれかであるという命題についての、知識を持っていると結論付けられるように思われるが、実際には、スミス自身は、 ブラウンの現在の居場所を全く知らないのであるから、スミスは、この命題について、知識を持っているとは言えない。したがって、JTB 定式によって導かれる、命題は偽である。ゲティアの論文は、大きな反響を呼んだ。ザ・カウイン・ザ・フィールドと呼ばれているシナリオでは、こうした信念の根拠が、事実上不完全である状況が描き出されている。ありがとうございます。